私はミサ。今日は娘のリンの小学校入学式。大きくなったな。もう一年生だもんね。式も終わったし、そろそろ帰ろうか。うん、ママ、パパ、一緒に帰ろう。リンも帰って大丈夫なのか？リン、幼稚園のお友達と一緒に帰る約束とかはしていないのか？え？してないよ。どうしたの？急に。いや、というか、ミサも全然誰とも喋ってなかったけど、ママ友とかいないの？挨拶くらいはしたけど、それがどうかしたの？どうかって、お前恥ずかしくないの？何が？ミサにママ友がいないから、リンに友達ができていないんじゃないのか？は？よそのママさんたちを見ろよ。みんな誰かと親しくて楽しそうだろ？お前だけだぞ、ぼっちなの。バカバカしい。何言ってんのよ。でも、くだらないこと言ってないで、もう帰るわよ。なあ、やっぱりお前ももっとママ友作るように頑張れよ。別にちょっと話す程度の知り合いはいるわよ。というか別に無理して友達を作る気はないわ。でも今日リンは一人だったじゃないか。かわいそうだって思わなかったのか？あのさ、今日は入学式よ。友達だってこれからできるものでしょ。そんなのわからないだろ。最初はやっぱり顔見知りとつるむだろうし。つるむって、そもそもリンは集団で行動するよりも一人が好きな子よ。もちろん集団で行動しなきゃいけない場面はあるわ。でもその時にはきちんと対応できてる。それじゃダメなの？ダメだろう。なんでよ。だってかわいそうな子に見られるじゃないか。誰がそう見るのよ。世間一般ではぼっちはかわいそうな子扱いだろ。私はリンと同じく一人が好きな子供だったけど、そういう子は集団の中にいる方がかえって苦しいものよ。幼児はリンに無理してでも他人に合わせろっていうの？そこは多少頑張った方がいいだろう。リンが苦しむことになっても？それは幼児、世間体を気にするタイプだからな。夫は世間からするといわゆるいい人で、他人にどう思われるかを気にして心配するタイプ。私は昔から集団行動が苦手で、他人に合わせるよりも一人の快適さを優先したいタイプ。子供の頃は無理に周囲に合わせようとして結局辛い思いをしたのよね。みんなと一緒に行動しなきゃ普通じゃないっていう考えはどうかと思うわよ。でも学校生活ってそういうことじゃないのか？そういう面があるのも否定はしないけど、友達って無理強いして作らせるものじゃないでしょ？納得いかないって顔してる。その翌日。じゃあ、行ってきます。リン、頑張って友達作ってくるんだぞ。え？友達作りは最初が肝心だからな。ぼっちになりたくなければ自分から話しかけるんだ。めんどくさい。リンだって友達欲しいだろ？欲しいけど、別に一人でも大丈夫だよ。一人は寂しいだろ？そんなことないよ。ゆっくり本も読めるし、絵も描けるよ。じゃあ、行ってきます。行ってらっしゃい。心配しなくても、普通に仲のいい子はいるわよ。ただつるんだりするのが苦手なのよ、リンは。そういうの、仲間外れって言うんじゃないのか？自分から距離を置いてるだけでしょ？どうも噛み合わないな。それからも、幼児は私やリンに友達の大切さや、一人でいることの不便さを説いていたが、彼の話は逆に、集団の面倒さを感じるばかりだった。それから数日後、突然義母がやってきた。ミサさん、幼児から聞いたわよ。あなたどういうつもりなの？え？何がでしょうか？あなた、リンにお友達いなくても平気だって言ってるそうじゃない。そうは言ってませんよ。一人でいるのが楽しい子もいるし、無理する必要はないって言っただけです。同じよ。あのね、子供っていうのは友達をたくさん作らなきゃダメなの。いろんなこと仲良くなって、社会っていうものを理解していくものなんだから。私なんて幼児がハイハイする頃からいろんな場所に顔を出して、ママ友交流はもちろんのこと、習い事やグループ活動も頑張って幼児にお友達を作ってあげたわ。リンに友達がいないのは親の責任よ。リンがかわいそうだわ。私かわいそうなの？リン、あなた聞いてたの？今学校から帰ってきたの。おばあちゃんの声が聞こえて、一人でいるのってそんなにダメなの？ダメよ。一人でいたらあの子は誰にも好かれていないんだなって思われちゃうでしょ。そういう子はバカにされちゃうの。だからリンは頑張ってお友達を作る努力をしましょうね。わかった？ねえ幼児、あなた本当にお母さんの言葉が正しいって思っているの？そんなの当たり前だろ。俺だって友達は多い方がいいって思っているよ。じゃあ聞かせてもらうけど、そうやって幼児がたくさん作った友達って今どこにいるの？え？あなたと結婚して10年近いけど、学生時代の友達とほとんど連絡取ってないわよね。お正月の年賀状くらい？それがなんだよ。あなたやお母さんの言う友達って本当の友達なの？ただつるむために利用していた知り合いなんじゃないの？な、失礼ね。時間が経ったり環境が変わったら疎遠になる人だっているでしょ。私の親もお母さんみたいな考えで、友達がいないイコール恥ずかしいっていう思考の人でした。だから私も無理して友達作らなきゃって頑張った時期もあったけど、結局苦しいだけでした。でも無理するのをやめて、自分の時間を大事にしながら好きに過ごすようにしたら、自然と気の合う人ができました。
そういう友達は時間が経っても環境が変わっても友達なんです。何が言いたいの？友達なんて頑張って作るものじゃありません。気づけば友達になっているのが本当の友達です。だから私は凛には無理に友達を作る必要はないって言っています。誰かと一緒にいたいときはそうすればいいけど、自分らしさをなくしてまで他人に付き合う必要はないって。凛がいじめられたらどうするのよ。逆に聞きますけど、そうやって無理して友達を作ればいじめられないんですか？それはママは凛の好きなように凛が楽しいと思う学校生活を送ってほしいわ。一人でいてもいいの？もちろんよ。おばあちゃんは反対よ。ママが言ってることは綺麗事よ。世の中そんなに甘くないんだから。だとしてもそれを経験するのは凛本人です。私たち大人が勝手に悪い想像してあれこれ言うのは余計なお世話です。その夜、お母さん、あのまま怒って帰っちゃったね。幼児、ずっと黙っているけど何か言いたいことあるなら言ってよね。いや、あれからいろいろ考えてて。え？俺、母さんが言ってたみたいに友達って作らなきゃいけないって思い込んでたけど、考えたら俺に本当の友達っていないなって。学生時代つるむやつはいたけど、今はほぼ連絡取ってないし、大人になったらそういうものだって思ってたけど、そもそもちゃんと友達だったかも怪しいなって思ってさ。幼児、仲間外れにされるのが嫌だったから周囲に合わせてたけど、楽しいっていうより安心の方が強かったかも。これで俺も普通なんだっていうさ。うん、ずっとそんなだったからミサやリンの一人でいる方がいいって考えが理解できなかった。でももしかしたら羨ましかったのかもしれない。子供の頃、母さんに友達がいないと恥ずかしいってずっと言われてて、その時はそうかって思ってたけど、俺はその言葉にとらわれていたのかもしれないな。そうかもね。明日リンに謝るよ。リンが楽しいと思えるのが一番だもんな。うん、そうしてあげて。よかった、分かってくれて。そして翌朝、幼児はリンに謝った。リンはちょっと驚いていたがほっとしたようで、いつものように元気に学校へ行った。それから1ヶ月後。ただいま。おかえり。ってどこ行くの？かなちゃんと図書館行ってくる。かなちゃんと2人で？うん。そう、暗くなる前に帰ってくるのよ。はーい。なんだかんだ言いつつ友達できたみたいだな。そうだね。かなちゃんってリンよりも読書家なんだって。面白い本をおすすめし合ってるみたい。そっか。でも二人でいてもいつもお互い本読んでるから会話はないって笑ってたわ。なるほどな。リンは仲のいい友達もできたが、一人の時間も大事にしている。私たち夫婦はあれこれ心配するよりも、そんな娘の個性を見守っていこうと決めているのだった。